こんにちは、赤べこくんです。今回はいわき駅にやってまいりました。何やら駅前でイベントが開かれているそうです。いいですね、すごいここフリースペースみたいな感じになってるんですね。おお、いけばなですよ。こういうアーティスティックなものも置いてあるんですね。おーおーおー、お人形さんだ。え、お人形さん？お人形さん。お礼にちょっと一曲弾かせていただきますね。ありがとうございます。すごいパフォーマンスで返していただきました。バイ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 って音楽も聞こえますよ。すごい賑わってますね。どう、楽しい？楽しい。楽しい。楽しかった。今来たばっかりございます。楽しかった。もう予定が終わっちゃったな。雑貨もいっぱい売ってるし、え、すごい、全部赤べこ。そう、赤べこだよ。これウニ。ウニじゃないよ、これ前マイクなの、これウニじゃ、マイクなの、マイク。舌が踊ってたね。なんだなんだ。おお。湯の岳っていうところで牧場やってるんですよ。動物がいた方がいいだろうってことで。お父さん飼ってるみたいな。もともと飼ってたみたいな。普段出会えない人たちとこう出会う場所みたいな、なんかそういうのが商店街の価値だと思ってるので、あの着物を着付けして街歩きにするっていう感じで。あ、かわいい、似合ってる。似合ってる、かわいい。かわいい。あら、猫なんですね、帯が。そうなんです、猫なんですよ。かわいい。身近に着物に触れることができて、すごい嬉しいです。なかなか着る機会がないので。